はい、ということで続きやっていきたいと思います。で、前回なんですけど、ようやくですね、そう、お米を作ることに成功いたしました。初めてのお米作りということで、まああれがね、成功なのかそれとも失敗なのかいまいち分かってないんですが、もし気になる方は前回のパートをご覧いただければと思います。あとはね、概要欄とコメント欄におそらく再生リスト貼っておくので、そちらの方からパート1からね、初見さんは見ていただければ幸いですね。っていうことで、前回の続き、バケナスの腹、探索行きましょうか。で、今ね、探索パートということで、まずはね、どんどん先に進んでいかないといけないらしい。さあ、ダンジョンパート。で、今、季節は冬でございます。さあ、冬ということで、もうすぐ1年経とうとしているらしいです。ってことで、雑魚敵はこれスルーしてた方がいいのかな？結局。前はとりあえずね、先行こうか、どんどん。で、こちらですね。はい、来ました。バケナスの腹内部。で、どうやらここがね、今回重要になってくるらしい。で、ここをどんどんね、進んでいきましょうか。あとですね、もし初見さんいらっしゃいましたら、チャンネル登録も、ぜひぜひよろしくお願いいたします。これからもね、ぜひチャンネル登録して、サクナ姫特上物語やつもり、すべて見ていただければ幸いですね。ってことでやっていこう！で、これ、とりあえず倒しちゃった方がいいのかな？こんな感じで。どうなんだろう？雑魚敵は無視の方がいいのか？けどまあ言っても攻撃力大したことないからさ、倒しとくのもありかなと思うんだけど、とりあえず先どんどん進んでいくか。よいしょよいしょんーよいしょよいしょよいしょ。え、これ無視でいいか。ちょっととりあえず無視いこう。あー、いった。え、なにこれ。え、これなに、これなに、これなに、なんかあるよね。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。これでよっしゃー、高い。さあ、これで木材ゲットか。これはなんかゲットしような。で、これはなんだ。おお、上限の石板ゲット。いいね、探索目標達成と。さあ、これでどないや。まだ先があるのか。さあ、どんどん進んでいこう。で、ここ、あ、ここで終わりか。多分ここで終わりっぽいですね。で、敵がめっちゃ出てきたー。やばいよー、めっちゃ出てきたよー。やば、敵出てきすぎじゃない？よいしょよいしょ。で、どうだ、敵は全員倒した。で、先、あ、ちょっと待って、左行く？引ける？左行ける？これはどうしたらいいんだろう。とりあえず先行くか。やっぱこれ戻ってくることになるよ。ちょっと待ってよ、これどうしたらいいんだろう。だからここの中入ることできねえよな。で、刀鳴らし、バケナスの腹を探索するって書いてあるんだけどさ、何がはみ込む穴が2つある。これはもしかして全員敵倒さないといけないのか、スルーじゃなくて。ちょっと先行こうか。お、敵いるね。ちょ、とりあえずこいつ倒していこう。痛い。オッケーオッケーオッケー。さあ、撃破していく。で、何人かないか、ほか。探しながら行こうか。特に何もなさそうやな。さあ、ジャンプ。で、さっきのところ戻ってきました。で、バケナスの腹を探索するって書いてあるんだけど、え、だけどもう、え、細かいところまで探索できてるよね。他何もないよな。行き止まりやん、これ。とりあえず一旦戻るか。ですね。これ特に何もやることないよね。よいしょ。さあ、どうだ？加減の石板を入手するってどうなんだろう。これもしかして違う日に行かないとゲットできないとか、そういうノリ？どうなんでしょうか。で、ちょっと地上の洞に行こうか。総合探索と銃って書いてあるわ。とりあえずここ行こうか。これね、まだ探索と 0% なんですよ。で、移ろいの粉と塩を入手するって書いてあるんだけど、これって、何回も行けばそのうちゲットできんのかな？まあ、季節冬なので、米作りもできないらしいから、まあ、自由パートみたいな感じか。さあ、採取するこれ。採取しようか。さあ、ゲットしていく。で、これで、あ、移ろいの粉ゲットした。やった。ええやん、これ。探索目標達成した。いいね。で、あと塩が欲しいね、塩。よいしょ。さあ、OK。これで OK か。
ただなんかバケナスの腹を探索するって書いてあるよね。多分石板が必要になってくるのかなってことは、さっき、一回行ったんだけど、もう一回多分行かないといけないんじゃないかな。まあ、とりあえずね、夜なので、一旦帰って、で、ご飯食べないといけないんだよね。で、その後、またね、もう一回行きましょうか、僕らに。で、多分それで行けると思うんだけどな。まあ、正直まだわからないね。さあ、このゲームもプレイしてもうね、4、5時間ぐらい経ちますよ。結構経つな、そう思うと。さあ、どんどん行きましょう。よいしょ。さあ、中に入ってきた？で、イベントは何も送らずか。ってことで、これさ、使ってほしいんだけど、なんでこれ使ってくれないんだろう、消費期限。ね。米もあるし、豚肉。これさ、どうやって使ってもらえるんだろう。ちょっと話そうか。何か御用でございますかな。何か御用でございますかねって言われても困るんだけど。そう、肉をね、使ってほしいんだけど、なんかコマンドとかあるんかな。でもなんもないよな。けど、このミルテっていう人のイベントもあるらしいんだけど、それまではやってないからか。まあ、夕げ取ろうか。で、なんか、あ、テクサリの団子って書いてある。これもしかして、どん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 進めていかないと、豚肉とか使えないのかな、やっぱ。ね。で、これでどないですか。朝まで休めていくか。よいしょ。で、ウサギ肉が傷んでしまったって書いてあるじゃん。ほら。あ！サクナ様。何これ？カエルやヘビを見かけました。まあ、そんなレアな、ね、動物、動物生物ではないけどね。カエルやヘビ。どうした？春の訪れってことか？何を遊んどるんや、お主は。いえ。あいや、これらは春の訪れの兆し。あ、やっぱり。すなわち、そろそろ次の稲作が始められるということにござりまする。おお、ってことは2年目突入ってことか。ああ、また働かねばならんわけか。おお、おひい様がいやいやながらもおのずから。おお、なんか進化してるね。違うわい。どうせ何を申しても無駄なら、わしとてたらふく米が食ってみたいからの。その意気でござりまするぞ。それがしも微力ながら助太刀いたしまする。いつまでも武力では困るんじゃが。さあ、これで OK か。だからなんでふくらしぎなんじゃ。ほんとそれな。また俺がやらないといけないのか。で、何から手をつける、はい、今年は田起こしからお願いいたします。田起こしか。田起こし？よろしい。ご覧くだされ。冬の間の寒さで、田の土がカチカチに固まってござりまする。これでは次の田植えの時に寝つきが悪くなってしまうことでしょう。まあ当たり前だわな。そこで土に桑を入れてかき混ぜ、柔らかくしてやるのです。なるほどね。それは重要やな。ああ、こう見てみるとなんか畑結構でかいね。しかり入念にやっていては日が暮れてしまうことでしょう。当たり前じゃん。あまりご無理はなさらず、浅く広くなんとなくのところで結構でございまする。適当だな。ああ、どうすりゃいいんだよ、これ。よーく耕して土を柔らかくするぞ。あ、完了、間違えた。ああ、戻して。間違えた。嘘つけ、お前まだできてねえだろ。 A ボタン連打したらミスった。ちょっと戻りてー。くそー、お前さ、こんな状態で、できるはずないじゃん、お米。頼むぜ。土の様子を見ておりました。いや、最悪だよ、土の様子。土は育てるものと言います。稲を育むのはやはり土であり、土作りなくして稲作は語れません。なるほど。お主は誠に稲作には目がないんじゃの。その通りでござりまする。じゃあ、お前がさ、田植えしてくれよ。ちょっと待って。くそー。もう一回耕しさせてくれよ。なんでこれさ、もう一回させてくれないの。はい。ってことで、田起こしも土作りの一環にはございまするが、これからは堆肥も加えてはいかがでしょう。堆肥か。どうぞこちらへ。OK。ってことで、やっていこうか。
で、なんじゃらほい。かわやではないか。あ、かわや。なるほどね。さよう。かわやでござりまするな。堆肥はこれから作れ申す。これって。これ？しかし、おのし、これは、うんこってお前さ、正直者か。ああ、ここ、かわやだったんだ。言わさるながら。はい。これは声とも申しまして。あれに見える声だめに移し、放っておくことで堆肥へと変えるのでござりまする。なるほどね。結構重要だね、そう思うと。バッチリのーって。正直者か。アンズルには及びませんが。汲み取ってすぐの声の匂いは強烈ですが、熟していくうち消えていきまする。なるほどね。堆肥となる頃にはほぼ無臭となっておりましょう。そうなんだ。まあ肥料ってことですよね。それだけ詳しいのであれば、無論おぬしも作れるんじゃよな。無論それがしも作れまする。いつぞやば、堆肥をまいたところ、残らず稲が枯れてしまいましたが、ダメじゃねえか。いやー、だけどさっきのさ、耕し失敗したのが悔やまれるな。虫除けのため薬を混ぜたのがまずかったんでしょう。こたびこそはうまくやりますぞ。うんうん、クラクラしてきたぞ。ほんとそれよ。クラクラしてくるわ。これから肥料を作り、田んぼに与えることができます。なるほどね。養分は根、葉、穂の3種類。どの養分がどれだけ足されるかは肥料を作るときに入れたアイテムによって変わります。これ覚えないとダメだよね。養分は根、葉、穂の3種類か。十分な施肥があれば、稲とサクナはすくすく育ちますが、サクナ？ああ。足りなければそこで成長は止まってしまいます。土の養分を切らさないようくれぐれも注意しましょう。おー、なんか作業芸やな。汲み取る。オッケー。これでどう。まず肥料の基礎剤と琥珀を投入して養分の方向性と量を決めましょう。はいはいはい。でこれでどうしたらいい。投入物、基礎剤を決定しますか。はい。追加素材を入れる。これで、あ、いっぱいあるじゃん。これ入れられるものないよな。ないっすよね。とりあえずこんなもんでいいか。状態熟成中って書いてあるな。肥料を捨てる。ダメでしょ。戻る。で、こんなもんでいかがでしょうか。OK。うわー、ちょっと待って。これさ、めちゃくちゃ悔やまれるな。うわー、きつー。きつー。くそー。最悪。もっかい耕して、これさ、もっかいやるっていう選択肢ないのか。納屋で苗を育てておりますので、時々様子をご覧くだされ。十分に育ったところで田植えを始めましょう。なるほどね。納屋で苗を育ててるか。了解です。十分育ったところで田植えを始めましょうということで。ここが納屋で合ってる？ここか。え、ここで合ってるか？これ調べる。お、芽が出たぞ。楽しみじゃの。なるほどね。ここで育ててるってことか。で、ある程度育ったら田んぼの方に移すってことね。了解。はい。で、これどうしたらいいんだろう。とりあえず一旦終わりか。ではちょっとね、前回の続きということで、そう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 、新しいダンジョンが出たんだよね。またなんかそのバケナスの腹っていうところあるんだよ。で、ちょっとここに行きたいと思う。そう。で、なんか石板をね、ゲットしないといけないらしいんだわ。まあ、俺もよく分かってないんだけどさ。まあ、とりあえずね、やっていこうと思います。さあ。キノコ入手と。食材はまだ使えないのかな、やっぱ。で、お前らも無視でいいや。こういったら無視でいいよね。とりあえず石板を狙っていきたい。ね。何かをはめ込む穴が2つあるってことで、石板が多分2つ必要になってくるんだろうな。で、装備じゃないの。アイテムってどこで見るんだろう。これ材、これだってる。大事なもの。そう、上限の石板ということで、そう、上限の石板ゲットしてんだわ。で、下限の石板が今ね、ないということで、ちょっとこちらをね、どうにかしていかないといけない。さあ、こいつ倒していこうか。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。さあ、こいつらを破壊していく。あー、いってー。さあ、こいつらを倒していく。
お、なんか豚肉ゲットした。よいしょ。さあどうだ。これで。なんかさ、前来た時はあれなんですよ。なんて言ったらいいんだろう。なんかあれがあったんだよね。さあ破壊した。なんか木のボックスみたいなのがあって、そこになんか上限の石板っていうのがあったんだよね。なのでまだ今回も木のボックスみたいなのがあるのかなと思ったんだけど、なさそうな。あれ、もしかしてこれ右の方行ける？行けないか。どこかに抜け道とかねえわ。多分ないはず。よいしょ。よいしょ。よいしょ。さあ、ゲットしていく。あ、痛い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 。普通に痛い。これ、敵全員倒さないとさ、石板って出ないよ。石板の入手方法がいまいちわかんねえんだよな。よいしょ。さあ、どうだ？で、これでラストです。多分。よいしょ。雑魚敵はだいぶ早く倒せるようになってきたね。で、戻ってきてしまった。で、怪しいところは特にないか？これ。なんかどっか行けるとかないこれ。なんもないか。なさそうやな。怪しそうなところは。とりあえず探索してるんだけど、戻ってきてもうか。あー、特になんもないよな。よいしょ。これどうしよう。バケナスの腹を探索したんだけど、他行けるとこないよね。よいしょ。うん、なんもないね。一応隅々まで見ていきたい。あ、でもここもなんもないよな。ってことで、一旦出ましょうか。だよな。お、どうやらですね、肥料ができたみたいですね。っていうことで、完成したから肥料を巻いていきましょうか。田んぼに肥料を巻きますか。オッケー！ってことで、これはこれでいいのか。これで水抜いといた方がいいのかな？どうなんだろう。あ、なんや。もしかして、これは、もう植えることができるのか？おお！みるみるうちに大きくなったの。もう田植えには移れそうじゃが、もう少し待つか。いや、雨降っとるか待った方がええんじゃないかな。どうなんだろう。ちょっといまいちわからねえんだよな。もうやった方がいいのかな。けど、すごいよな、水が。これ、大丈夫か。これさ、どうやって見るんだっけ、詳細。まあ、やっちゃっていいっすかね。まあ、とりあえずやっちゃおうか。もういいね。やっちゃおう、やっちゃおう、やっちゃおう。まあ、雨降ってても同じでしょ。干上がってるかもしれないかな。よし、調べていきましょうか。で、これで、お、ああ、明日にしようってことね。了解。ってことで、明日は田植えパートか。ちょっとね、加減の石板が欲しいんだけど、ちょっとそちらもゲットしていかないといけないね。バケナスの腹を探索する。よいしょ。さあ、遊戯を取りましょう。さあ、また食べていきましょう。オッケー。満腹マイナス10って書いてあるから、これ大丈夫か？あまり大丈夫には見えないんだが。で、朝まで休むにしましょうか。うわー、痛みまくってるよ。あ、苗が育ち、田植えの準備が整いました。苗に行ってみましょうということで行きましょうか。さあ、ようやく2回目の田植えですね。十分大きくなったの。タイ移した方が良さそうじゃ。オッケーってことで、苗を取りました。さあ、苗100を入手ということで。あ、去年の2倍じゃね、これもしかして。田植え始めましょうか。やってみるかな。さあ、どんなもんや。で、これで、こうか。どんな感覚でさ、これ植えたらいいんだろうね。田植え難しすぎじゃね？なかなか難しいよね。よいしょ。で、これで、OK？ こうで、とりあえず、なんか適当にパッて置きまくればいいんじゃないか。ね、なんか感覚さ、開けた方がいいよね。なんか岩みたいなのあるんだけど、これ何？岩。謎すぎない。岩ありますよね。よし、手に取るで。めちゃくちゃ適当だけど、これ大丈夫なのかな。とりあえず、なんか間離した方がいいみたいな感じで書いてあったから、とりあえずね、間を、ね、開けながら田植えしていきましょう。さあ、ここに、よいしょ。すごいな、田植え。よいしょ。よいしょ。よいしょ。
やばいな。ちょっと待って、感覚が近すぎる苗もある。これ近すぎない方がいいんだよね、確か。逆に近すぎる方がいいんかな。ちょっとよくわからないんだけどさ。田植えってどうなんすか？で、ここにも植えていきましょう。お、いけた。田植えの勘を習得した。いいね。これ田植えの感覚ってことか。ちょっと待ってよ。これで、よいしょ。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 やっぱりこんぐらいの間隔開けないといけないってことか。また地道な作業だな、これ。よいしょ。で、手に取るで、よいしょ。よいしょ。なんかこう見るとさ、結構、田んぼでけえな。こう見ると田んぼでかくないか。苗つかみの達人を入手した。お！完了しましたね。なんかだいぶ慣れてきた気がするね。粗食っていうことで。あー、田植えもなんか後半になったら慣れてきたね。なるほどね。田植えも奥深いなあ。気づいたら春になってる。さあ、これでどうすか？水は足首が浸かる程度で良いでしょう。苗が新たな土に根付くまで優しく見守るのですということで、これ水入れないといけないのが次。水入れましょうか。よいしょ。これで水入れる。さあ、いいところまで行ったら閉めましょうか。さあ、こんなもんでどうかな。さあ、水の量はこんなもんでいいと思うわ。はい。ってことで、とりあえず出来上がりました。ということで、次、探索パートをやっていきたいと思います。で、もう一回、バケナスの原行かないといけないんだよね。そうそうそう。結局なんかまだ石板ゲットできてないからさ、石板探しの旅やな。で、敵ガン虫で石板があるかないかだけをね、ちょっと見ていった方がいいかも。そうそうそう。下限の石板が必要なんだけど、それがね、ないぞ。上限はゲットできたんだけどさ。だからちょっとここはスルーで行きましょうか。で、内部、やってきた。あー、ちょっと待ってよ。なさそうじゃない？これ加減。あ、これ建て替わないといけないんだ。あ、なんかいっぱい来たね。さあ、どうだ？あー、痛い。あ、痛い痛い痛い。あれ？待って、なんか敵が埋まってね。なんかバグってない？右の方。あ、なにこれ。毛皮か、くそ。なんか敵埋まってるよね、これ。どうした？ちょっと待って、バグってない。オッケー、倒した。さあ、オッケー。ちょっと待って、加減が欲しいんだけどさ。どっかに落ちてないかな。そう、それをね、今回ゲットしに来たんだけど、見当たらないな。加減ないよね。よいしょ。なんか木箱みたいなやつなんだけどさ。そこの中に入ってるはず。そう、ねえか。ねえな、木材ゲットしたけど。よいしょ。なんかないな。加減探しに来てんだけどね。はい、ということで、今日のパートこの辺りで終わっていきましょうか。いやー、ちょっとね、加減のやつがね、欲しかったんだけど、どうしても手に入れることができないね。まあいいや、ちょっと次回のパートでやっていこう。では最後にチャンネル登録も忘れずによろしくお願いいたし、では最後にチャンネル登録も忘れずによろしくお願いいたします。ということで、お疲れ様でした。